さあ皆さんこんにちは、ダイタラでーす。今日もアルセンスやっていきましょうか。さあなんかお店がなんか急に話しかけたらね、イベント始まったから録画スタートしたんだけど、品揃えが充実させたぞってことで、なんかお店がでかくなったみたいですね。なんか増えたんでしょうか。確かになんか見た目変わった気がする。なんかここら辺こうかなってないねえ。え、すごい。モモンの実、オレンの実、ねえ、なんだ、カゴの実とかいろんな実がある。ねえ、あとわからん、チーラの実、チーラあるかわかんねえ。ねえ、急須も売ってます皆さん、よく見たら。で、モンスターボールに、なんでも屋さんですね。はい、ということで、まあここもまたお世話になりましょう。あ、そうだ。で、前回なんだけど、ムーマだっけ？ゲットしたよね。なんか意外で、ムーマ見せてくれた。あー、やっぱそうだよね、ムーマ。ムーマのサブクエスト。で、ムーマ捕まえたんだよね。ちょっと見せましょうか。ムーマちゃん。ムーマは夜泣きをすると言われ、怖がられてるけど、じっくり見るといいよなー。うねり、ゆらめき、なびき方。髪型？来た？ひらめいた。最高の髪型、至高の髪色。ムーマとあんたのおかげで開発できたよ。試していきなーって。やった！さあ、新しい髪型が増えるらしいです。早速だけどやってもらおうか、じゃあ。新しい髪型。お願い。これでいいのか思いつかないんだよな。いいとこに。助けてほしいんだ。髪型を開発したくて。先に髪型やってよ。ねえ。さあ、今回参考にしたいのは、キルリア。キルリアを観察したいなー、だって。え、キルリア俺持ってたっけなー。ラルトスなら持ってるよ。エルレイドと。俺持ってるっけ？ねえ、ラルトス、エルレイド。持ってない気がする。ラルドスならね、あ、持ってたわ。持ってない気がする、持ってたわ。このパターン多いな。キルリアは楽しいと踊ると言われてる。私も踊ると髪が気持ちよく揺れる。そんな髪型にしてみたいな。どうやって髪 まとめたり流そうかなー、だって。来た？ひらめいたよー。さらなる最高の髪型、さらなる至高の髪色。また開発できたよ、だって。やったー。ってことで、キルリアちゃんありがとうな。ちょ、散髪お願いしていいっすか。せっかくだからね、いい髪型にしてもらいましょう。ライドポケモンとかゲットするとね、やっぱイベント進んだりするんだよ、やっぱこのゲームって。前回ね、ライドポケモンウォーグルゲットしたとこなんですけどね。さて、七三分けのいい髪型からどう変えていきますかね。え、ハイカラザンバラ、あ、いいですね。ザンバラ、こういう声の髪型も目隠れ、あ、好き。歌舞伎もの、あー、悪い感じ、いい。巻き髪やら、いい、いいオブザ、普通の、あれ、前も、あったな、片輪だ。ねえ、控えい、控えい。ねえ、ハイカラ短髪。うわぁ、ハイカラ短髪、かっこいい。でも俺、目隠れがな。ねえ、陰キャなんで僕。陰キャ抱いたら目隠れがいいです。で、髪型の色もね、ちょんちょん増えたみたいですね。何が増えたんだろう。白色とか、白色でさ、これとかにしたら、いや、なんでもないですけど。いや、かっこいい、かっこいいですよね、ほんと。で、でも僕は紅色が好きなんで、紅色で行きつつ。でも一応ちょっとね、浅木色ね、青い色。で、香る色とか、みかん色、桃色。で、乳白で、薄墨。で、朝色とか、なんか、いろいろと、色が、細かいバリエーションが増えたね。まあでも今日僕赤なんですけど。はい。まあそんな感じで、行きましょうか、これで。お願いします。よし、よろしくね。さあ、ひなっちゃんがね、いい感じの髪型にしてくれた。いいねー。俺もリアルこれぐらい髪の毛長くなるからな、たまに。切るけどね。え、どうしよう、帽子。え、ちょっとこのまま、あー、一旦かぶってみて、微妙だったら外そう。あー、全然いい。似合ってる、似合ってる、帽子かぶっても。ちょ、今日は帽子セットオンで、ちょっといきたいと思います。また飽きたら髪型変えましょうね。服装変えよう。いや、でもいい感じだったわ。さあ、銀河団の本部来ました。ちょっとね、サブクエの報告というか、新しいの出てるので見ときましょうか。え、ま、めちゃくちゃ出てきた。真っ白ロコンって。え、なんだ。さて、銀河の軒下に住み着いたチリンがいるそうですよ。だって。うわ、面白そう。で、お気に召します、軒下は。そして、もう一個。真っ白ロコンの雪隠れ。アローラ地方から来たと、警備隊のヤンさんは、ケオケオと呼ばれるロコンを連れてるそうです。話を聞いてください。え、アローラロコン見たいなー。これ受けていい？受けるよ。アローラロコン。さて、この方かな？ロコン持ってんのって。こんにちは。見せてもらっていいですか？君を待っていた！ケオケオたちが遊びに出たきり帰ってこないんだ。探す手伝いをしてくれ。ケオケオっていうロコンだね。ロコン？
ロコンは？おっと失礼。故郷のアローラではロコンをケオケオと呼ぶのだ。そうなの？ケンケン！え？あ、いた！アローラロコンだ！おや、お前は遊びに行かなかったのか？ケオケオだ。なんだい？この子がアローラのロコンさ。雪に溶け込む城だろう。一人で探すと難儀でね。まだあと5匹帰ってこないんだ。ロコンたちは、なだれ坂あたりで遊んでるはずだ。探し出して帰ってくるよ、伝えてくれ。だって。あと5匹だって。かわいいね。めっちゃかわいいよな、やっぱアローラロコンって。ほら。キュート。キューコンやるよ。キュートなキューコン。さ、なだれ坂ってところで遊んでるらしいですけど。え？そんなマップないですけど、え、どこの話、まあ、多分だけどマップで表示されてないところだと思うので、ねえ、じゃあその辺まで行きましょうか。ウォーグルって操作はクソむずくね。壁にぶつかるからさ、壁にぶつかってそのままなんかむずくね、こうやって飛び上がってくんねえかな、なんかここで。で、この状態からウォーグルすると上に行く感じか。オッケーオッケー。地面に着地したタイミングでウォーグル使っていく感じね。すべて理解した。よし。とりあえずこっち側行ってみようか。まあ行ったことないところとか、ちょっと落とし物あるからね。落とし物取りながら行きましょうか。こっちの方へ。ああ、こっち行けない。あ、どっち、あっちだ。ヒュー。さあ、まだ見ぬポケモンとの出会いを求めて、僕たちは今日も歩いてます。これマジでさ、これでここでさ飛び降りたらさ、やべ死ぬってぐらいダメージ食らうんだよな、これ。えぐくない？ほんとこのゲーム。ウォーグルマジで鬼なんだけど、これ。ほい、こういうもんなの、みんな。ウォーグルって。はい、この辺が、あったあったあった、よし、痛い。めっちゃダメージ食らうけど、毎回。よし。さあ、とりあえず、マップ的にはこっちの方かな。ちょっとマップ見てみましょうか。何も表示されてない。なんたら坂ってところをね、俺たちは、なだれ坂だっけ？あ、ここなだれ坂、ここだわ。なんで、ここをちょっと探索していきましょうか。あ、待って、ロコンちゃんいたし、ちょうど。おい、君、ロコンちゃん。みんな探してたよ、帰りな。ケンケンケン。さあ、ロコンは雪原ベースに向かって走り出したっていう。多分、これ、鬼難しいクエストですね。おそらく。俺は理解したよ。これ多分、ウォーグルを使って、お散歩してたら、見つかる系だわ、多分。だから、こうやって、道具探しながら、適当に飛び回って遊んでおきましょう。あ、いたいたいた、あそこいた、ほら。こうやって遊んでると見つかるタイプだ、これ。遊んでると見つかる。色違い、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 色違いラッキー。色違いラッキー。色違いラッキー出てきた。なぜなぜ急に。ちょっと待って待って、ロコやめろ。やったー、ちょっと待って、突然出てくんのやめろ。クソビビるから。なんで突然出てくんの、そんなに。出てくるタイミングじゃないでしょ、どう考えても。はい。ねえ。サマヨさん、あ、ダメだ、逃げよう。よし、ロコンちゃん、下にもいた。ロコン見た、みんな。ロコン帰るよ。ケオケオ、あ、ケオケオって鳴くからケオケオっていうのかな。さあ、ロコン2匹目、あと3匹です。そこの下にいるね、1匹。痛い。さて、これむずいな、意外と。ライドポケモンが増えすぎた。はい、ロコンちゃん、ロコンちゃん、ロコンちゃん、こんにちは。帰るよ。ロコン！ケオンだって。はい、ロコン帰ってた。あと2匹。こうやって、人にこうやって飛んでたら見つかるやろ、多分。ピュー。いた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 。意外、やっぱすぐ見つかるって、この辺に全部集中してるわ。はい、ロコンちゃん、帰るよ。マニュアルだけど帰るよ。はい。ケオン！いや、ケンだった。毛なんだ、毛。上から見下ろしていないなーって見つつ、これか？これロコン？これ。これロコンじゃない。これ何これ？おお、鉄のかけらだった。ロコン。いやいや、あと1匹見つかんで、まずい。
です。まあ青い灯火探しながら適当に探そう。ハピナスいる。えい、ハピナスは可愛いからな。捕まる。よっしゃ、ハピナスゲット。ラッキー、色違いといい、ラッキーですね今日は。いないなラスト1匹。ラスト1匹多分だけど変なとこにいる。この感じ全然いない。こっち行き止まりね。あー、あれだよな、あれだ、あれだ、いた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 。そこまで変なとこじゃなかった。結構高いとこにいた。よし、ラス1。よかった、見つかって帰りなよ。ケオーン。でも6個見つけてよかった、ほんと。これでたくさんね、色違いも新ポケモンゲットできたからね、最高の一日だったよ今日も。はい、え、この人じゃない。わあ、めっちゃいる。かわいい。やばすぎるだろこれ。探してくれてありがとう、君のおかげでみんな帰ってきた。真っ白ロコの雪がくれ。だって経験はメールもらった。ロコンケオン。おや、どうや、この子はどうやら君のことが気に入ったみたいだ。うわっ、やったー。アローラロコンが友達だった。やったー、ポケモンもらえるんだ。俺たちは当面雪原ベースにとどまるんだ。たまにロコンの顔を見せに来てくれると嬉しいよって。やったロコン。炎じゃないロコンは初ゲットかも、氷のね、アローラロコンは。やったね。さてサブクエやりましょうか。こんにちはおじさん、くにいちさん。なにこれ、寒すぎて指先の感覚がない。これじゃ仕事できないよ。俺は大楽をあげたい。そのためにもダウンを取って仕事すれば、もっと頭上がるような滝も調整できる。炎ポケモン譲ってくれ。炎ポケモンくれって、マジ。じゃ誰かあげるよ炎ポケモン。誰が欲しい、ヒコザル、ね、ポニータ。いや、あ、あ、翡翠ガーディー。ガーディーか、なんかいないかな。いやでもあれだな、ポニータあげよ、レベル5ポニータ。はい、可愛がってくれよポニータ。君のポケモンのおかげですっかり体も温まったよ。さて仕事だ。なんだか体も温まってまぶたが重いような。寝ちゃあかんで、すいやグー。あかんあかんあかん、通してる通してる。は、寝てないぞ。ホットなポケモン募集中。持ちきれない薬は送られた。うわ、もう手持ちパンパンやった俺。頑張りの砂とかが使っとこうか、とりあえず。ギンギラギーン。ギンギンギンは、特攻と、特攻と素早さ。あげとこ。特攻、素早さ、ヒットポイント。あげときゃいいやろ。で、頑張りの砂利は、うちの最強クマエモンに、もう攻撃力ガントツ。クマエモンマジ強えからな。さあサブクエストがね、ここまだありますね。行ってみましょうか。次のとこ、次のとこだ。新樹団のとこ、前回受ける言ってたやつだね。あの人、あの人、いたいた。こんにちは、新樹団の方。なんかお困りですか？エイカちゃん。あなた、銀河団の調査隊でしょ？ポケモン調べて図鑑作るんだってね。何してんの？私の愛するカチコールも調べてるってこと？カチコール好きなの？ええ、それなりに、うん。それなりにって何よ！もっと熱心に調べなさいよ！ごめんなさい！すいません！すいません！ちゃんと調べます。私、誰よりカチコールに詳しいって大好きだと自信があるの。カチコールの図鑑が完成した私に見せて。カチコールを誰より愛する私が正しいか見てあげるわ。誰より知りたいカチコール。ちょ、見せてあげるよ。ねえ、カチコールか。確か真ん中あたりにいたよね、確か。ちょ、捕まえて図鑑完成させてあげようか、じゃあ。ねえ、あんな熱心に言われたら、シャナシャで、ほらほら、おる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 、カチコール。さあ、カチコール、ちょっと見てみましょうか。カチコール。はい。まだ、図鑑レベル4ですね。倒した数、氷詰めて見た数、進化させた数、軽いサイズ捕まえた数。まあ、捕まえるが多分一番いいのかな。餌は何が好きか分かんないよね、これって。餌、あ、出てるわ。餌、でも餌俺今日ね、持ってきてないわ、多分。今全部預けちゃった。うん、ボールしか持ってて。手捕まえとこ。おっと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 。よし、で全部捕まえましょう、とりあえずこの辺の。おお、親分マンムーがいる、あそこ。でも先にちょっとこの揺れてる鉱脈叩いとこ。えい、カチコール出てきた。カチコール倒しとくか、とりあえず。で悪の波動てか俺のロトムってさ、浮遊ついてないんだよな、特性今作ないから。
辛くね冬ないって。めっちゃ襲われてるやん。ほら勝負しようぜ。地面出てるかなこいつ。バクドスケ、よし。サマムの不意をついた。でっかいなマンム、ほんまレベル高えだおめえ。とりあえずマジカルフレーム開催。今日またマジカルフレーム強え。急所当て。攻めの力が弱まった。不意をつかれて動けない。いいね、手が出て。いい、攻めの力弱まってそれやで。ふざけないでほしい。よし、サマンム捕まえるぞ。なんか俺の顔ちょっと違和感ある。髪型変わったからまだすげえ違和感ある。誰だ俺。うわダメだ、出てきてしまった。避けろストーンエンジ、やったるー。バグダスケごめんよ。ストーンエンジが効かないポケモンなんかいません。俺のポケモン鋼タイプいねえな。ロトムって最強ポケモン出していく。ロトムなんか親分だけどマジちっちゃく見えるよな本当。はーい、ってことで、おっしゲットだぜ。なんか低く飛ぶとボールが跳ねると確定ゲットなんだよね。サマンブゲットしましたよ、ハマレンゲさん。ねえ、ハマレンゲさんはもう鍛えるしか能がない。服着た方がいいよ、服着た方がいいよ。戦え、倒すしかねえのかこの子。さあ12匹捕まえたしもういいかなこれで。じゃあちょっとね、一回博士のとこ行って図鑑完成するかどうか見てもらいましょうか。いやだいぶ捕まえたね今回も。じゃあ13匹捕まえたのですね。はい、見てもらいましょう。ラッキーの色違い、ハピナス。なかなか熱いポケモンたちですね。でマンムーもいるしな。はい、ということでこんな感じ、捕まえたポケモンたくさん9000円。金持ちだな俺。よし、さあ見てもらいましょうか。カチコル来た。で、万年雪に覆われた山岳に生息す。大気中、大気内の水分を冷やして作りして氷の兜をかぶりて身を守るっていう、そんな子でした。でロコンがアローラとね、普通のロコン、ケオケオですね。いい感じです。よーし、よかったよかった。でちょっとねこれを報告しに行きましょうか、さっきのお姉さんに。お姉さん持ってきたよ図鑑、頑張ったで。カチコールの図鑑完成したの。ほれ見ていいよ。どうしよう、見たいけど見たくないような、でも見るわ。見て見て。ふんふん、なるほどね。え、そうなの、そうだったんだ、知らんかったんかい。カチコールの高さや重さの数値を調べてるところが好印象ね。多くのカチコールと出会い触れ合い、あなたがカチコールと過ごした時間とかけた情熱が伝わってくる図鑑だったわ。まあでも全部してたよ、嘘つけ。そうなのとか言ってたよ。嘘じゃないわよ。ガチコールのこと一番詳しく知ってるのは私なんだから。ではあなたのガチコール図鑑とっても気に入ったの。図鑑はこれで完成かもしれないけど、もっとガチコールのこと調べてねっていう。オッケー。タスクコンプリートまでやるのはでも大変やで、みんなやるかな、悩むな。さてまた銀河団やってきました。でまたサブクエスト増えてたみたいです。行きましょうか。よう増えるな。ハピナス捕まえたからか、これハピナスの人助け。ポケモンであるハピナスが人の手当てをしたそうです。製造隊のマチさんから話を聞いてください。だってハピナスの人助け。これポケモン捕まえるために増えていくやったらマジ無限に増えていくで。ポーチ拡張お願いします。久々にね。23000円、高え。高え。マジか、もうそんなすんだ金額今。やったぜ。はーい、いやもう大丈夫っす、大丈夫っす。次2万6000だよね。エグすぎるよな。いやポーチかなり俺多い方だと思うよ今。ポーチかなり持てるもん俺、かなり本当。なかなかパンパンなれへんで。いやなんか銀河団地下まだなんかクエストあったわ、受けられるやつ。何この人、一応紹介の人かな。お客さん、ちょいと調査頼まれてくれよ。ご先祖様が住んでた里が雪崩坂のあたりにあった。ああ今日行ったとこや。今までそんな痕跡見つかんなくて本当にあったかあやふやなんだよ。自分のルーツって気になるだろ。雪崩坂に里があった痕跡探してほしいんだよ。里の跡を探してサブ任務82だって。マジで多いな。100個あるだろこれ多分サブ任務。サブ任務今もらったけどね、結局のところ上から埋める男大ダラなんですよ。上から埋める男10番やろ。まだ10番。ちょっと待って、スグルから話を聞け。あれこいつがスグル、あれ進化すんちゃん、もしかして一体どういうことだ。ねえ博士がアゲマルのことをマユルドだと教えてくれたんだ。どう見てもアゲマルはねカラサリスなのに。いやマユルドやで、マユ
君博士と一緒にポケモン図鑑作ってんだろ。頼む、あげまるがカラサリスと違うことを確かめるために本物のカラサリス捕まえてきてくれ。いや持ってる持ってる俺カラサリス。お見せてくれとか。カラサリスどこにいたっけな。カラサリスどっかにおるで、どっかに。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。どっかにおる。いやいやいや、はい。なんかほら、なんか色違うし目もなんか違う。どっちもカラサリスじゃないか。いや節穴か、色ちゃうやろ。ねえ目の雰囲気、眉の色、ほら雰囲気が違うって。確かに言われてみればこんなにそっくりなのに違うポケモンだったなんて。ポケモンで奥が深いんだな。まあいいよ、進化しそうちゃうか。そろそろ。あげまる、俺の知識が足りないばかりに似合わない名前をつけてしまったな。こんな俺だから、俺これからも相棒でいてくれるか。まあ、言う理解してる言葉あげまる。この俺の相棒はお前だけだよ、これからもよろしく。よかった、仲良くなってくれたよ。ようやく進化するんちゃう、そろそろ。ねえ、どんな姿でも俺の相棒だよ。でもあだ名は変えてあげたいな。ポケモンにつけたなあだ名は手持ちのポケモン選べば変えられる。そうだよ、いつでも名前変えられるからね。変えてもらえるといいな。何する、毒丸にする。毒丸毒丸ってどうなん。はい、じゃあ次21番で、ね、路地裏バリアードってやついきましょうか。怪しい動きをするバリアードについてサビから相談があるらしいです。バリアード、バリアードは変なやつだよ。パントマイムする人だよ、パントマイムする人。よし、こっちはっす。どうしたサビさん、君はオレンの実をくれた人。覚えてないな、あの時はありがとう。目当ての玉石が見つかったからしばらくは村でゆっくり過ごそうだ。原野ではポケモンに追われて技を食らったりと大変散々だったけどね。オレンの実は結局余って僕が美味しくいただいたよ。なんだこいつ。ポーチは本部の人に拡張してもらうのが吉だね。あの収蔵な。そういえば君は博士に相談した件で来てくれたんだよね。頼りになるよ。なんだ本体だ。村に住みすぎたバリアードを調べてほしいんだ。バリアード住んでんの村に。野生のポケモンが村にいるなんて怖いだろ。怪しい動きもしてるし、どういうわけか警備隊は取り合ってくれなくてさ、調査隊でどうにかしてくれよ。ほらあそこにいるよバリアード。ほんまや、あと頼んだよバリアード。お前何なんねえ、あれ前行けないけど、これ以上あいつ見えないバリア張ってやがる。マジでうぜ。ちょっと待って、このクエストめんどくせえかもしれん。大丈夫？よし、ちょっと後ろから近づこう。背後からボール投げだろうか。お前投げられへん。バリアード、ああ逃げた。どこ行ったあいつ。あっちに逃げたよ。逃げるってことは追い目があるんだよ。何してるか突き止めないと。逃げたバリアードを追えって。え、あっち、あっち側。こっちか。マップで印ついてるから分かりやすいなこれ。さあ、あれ、え、ここ、ここら辺いる、いた、サビさん。君、バリアードあそこに逃げ込んだよ。あそこか。またシールド貼ってるから遠回りさせんやろ。してよ俺。はい、いけない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 。待て、ここはゴリ押しの台だら、ゴリラの力で。いや、いけない。クソ、遠回りするか。さて、やってまいりました。ちょっと待って、ここも待って、シールド貼られてるけど。待って、これどうすんのこれ。行かれへんけど、ここ。わー、待って、これあれだ、なんか昔あったポケモンの見えない壁の迷路を攻略するやつだ。見えない壁の迷路を攻略していくゲーム。来ましたね、皆さん。あ、来た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 。最悪すぎるよ、これ。クソ、あー、また行き止まり。あー、できるできる、よしよし。捕まえた。見えない壁迷路でした。ほら、また逃げんのか、お前。どこ行くんだ、あいつ。遊んでるだけやん。あっちに逃げたぞっていうね。ねえ、君ってポケモンに近づく動きが独特というか、変というか、ポケモンが苦手だったり。ねえ、見えない何かあるんだよ。なんだそれ。もしかしてバリアードが。不思議な力を使ってるのかな。ともかくもっと調べなきゃ。僕はバリアードを追わないと君も来てねっていう。お前は一回やってみろ。マジで、マジであいつ よくわからんぞ。見えない壁うざいし。さあサビさん、もうこれが最後だよ多分。大体3回の法則だよポケモン。
来たね、バリアードなら。あそこにいるよ。どこ？あ、めっちゃ近所おるやん。本当に壁を作ってるのか、近くで調べてきてくれ。何してるのか調べろ。だって、まあ、またいけない。いけない、ちょっと待って、マジ引っかかってる。いけない。こう、と、こっから、こっから、はい、いけない。くそ。どうなってんの。いけんけど。済みました。出ることもできない。どうなってんだこれ、本当に。ここから、いや、マジでわからん、マジでわからん、これ。ここはいけないの、ここ。あ、いけない。すっげえ迷路。どうだ、もう逃げられへんぞ。また逃げられる。待てったら待てー。あー、追い詰めた。来た。わー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 、前に進めない。見えない、何かがあるぞ。やっと気づいた。どうした、バリアード、なんか慌ててるみたいだけど。デンスケじゃないか、そのバリアード知ってるのか。こいつ、見えない壁作れるらしくて、門のところで不思議な動きをすると野生のポケモンが入れなくなるんだ。おとなしいし、門を守ってくれていいポケモンだから好きにさせてるよって。なんだ、そういうことか。いいポケモンだったんだね。なんだ、手間かけて悪かったね。僕も一安心だよ。ただ見えない壁があるなんて村の中でも気をつけないとな。いたずらほどほどにしろよ。さあ、路地裏のバリアード、みんなも前向いて、なんかにぶつかれへんように歩こうな。俺、学生時代本読みながら歩いてたら電柱にぶつかったことあったで。みんなも気をつけて。ね。関係ないか。さて、次のクエストなんだけど、あれだね。無理なやつだ。みんな。22番、苦しくなってきた俺。107個の灯火を集めろってやつ。俺、全然集めてねえんだよな、サボってて。また今度集めたらいいやと思ってさ。全部スルーしてるんだよね。ちょっと久しぶりに、チリン俺あそこ。ね。聞いてみよう。20個集めたよって。10個集めてくれた俺だよ。あ、アミくれた。飼い犬の種、意外とくれるんだね、いいもの。ありがとうね。またね。で、この子のやつはね、ちょっと後ほど頑張って進めなきゃね。てか、見て、牧場。もう、無作為すぎひんか。耳ロップおるし、ほら。でっけー。ベロベルトもいる、あそこ。ほら。舌出してる。これ、ニューラかな。あ、ニューラ、寝てる。コイキング浮いてる。タマンタにカチコール、でかくないかなんか、このカチコール。なあ。はい、じゃあ今回ここまでにしましょうか。なんかあんまサブクエ会するつもりなかったんだけどね。なんとなくサブクエメインになっちゃいましたね。すみません、みんなさん。じゃあで、次回は、メインストーリー進めていきたいと思いますので、ぜひともよろしく。それでは、また次の動画でお会いしましょう。あそぼよー。